花鳥図病部ホノルル美術館仮の教員は、安土桃山時代から、江戸時代の仮の葉の絵師。元の姓は松屋、通称、矢左衛門、あるいは矢平。関東に生まれる。京都に出て、加の光信の弟子となり、その代表的門人として知られる。慶長十年高台寺大宝城昌壁が、現那五年両五対面五天、寛永三年に上場。 同六年内特印霊病などを、玄那から歓迎期の重要な障壁画制作に参加した。玄那九年、かの定信からかの安信への仮の総家相続の誓約書に、血縁者に並んで、末席ながら署名しており、仮の葉の中枢で活躍した重要な画人だったのに、間違いない。江戸仮のの基礎を築いた、かの単優、かの直信。 かのやすのぶら三兄弟の養父の役割を果たし、その功績で仮の性の世襲を許されたと後生の資料は伝える。また、北京印を押す作が見られることから、正確な年は不明ながら、北京に受されたと考えられる。晩年に、紀州徳川家の御用絵資格となって、長男の京はじめがこれを継ぎ、次男の京なりは、水戸徳川や、三男の京のは、 尾張徳川家と古三谷に仕えた。尾張藩に三南京これの文献資料はなく一時的な財藩だったようだが、他の家系は各藩で代々雇用絵師として続いていく。没後は江戸赤坂の種の理事に葬られた。水墨画の遺品が多く、古典的な画法を得得した堅実で恩和な表現が特色である。二条城白書院障壁画が代表作とされたが、 近年の研究では、作風の違いや、部屋の角と、脅威の仮の花入れの序列が合わないことから、白書院は仮の葉の長老角、かの長信作の改然性が高まっており、脅威は、老中さんの間の、雪中流露図を描いた可能性が指摘されている。ありがとうございます。